What's up guys? 皆さんこんにちは、ゆうやです、えー。今日はですね、1ヶ月間の海外旅を通して得た人生を良くするヒントっていうテーマで話していきたいと思います。僕は、まあ、動画を見てくれた方はわかると思うんですけど、5ヶ月ぐらい前にタイ、 カンボジアベトナムの3カ国を一気に1ヶ月間で旅をするっていう長期旅をしていました、まあ、今回特に長い旅を通して海外にいる時間もすごく多かったしまあその経験の中でたくさんの得るものがあってたくさんの今後に生かせるヒントっていうのがすごくあったので今回はそれが皆さんのためにもなるようにシェアしていきたいなと思っていますで、まあ、そもそもね僕は海外に行くこと海外旅行すごく好きなんですけど、まあ、単純な娯楽っていう要素 いろんな観光地に行けるとか美味しいもん食べれるとかっていうまあザ旅行的なそういう要素はの1回今回は除いといてそれ以外の魅力っていうのは何だと思ってるかっていうと自分の常識が通じない世界に行くことによってたくさんの気づきがあることだと思ってますそれから日本っていう国を出ることによって日本自体を客観的に見れるところだと思っていますなので今回もそういった視点からたくさんの学び経験あったので その話をしてていこうと思っているんですけど結構深掘りして話せるってなると3つあったので、まあ、今回は3つ話していきたいと思いますじゃあ早速いきましょうレッはいということでまず1つ目俺たちは恵まれてるっているっうこと特に東南アジアタイベトナムカンボジアフィリピンも行ったけどその辺にいることが長かったんで、まあ、発展途上国って言われていて日本よりもまだ発展が遅れている。 だから日本よりもまだ整ってない場所だったりとか整ってない環境っていうのをたくさん目にしてきました、まあ、例えば交通の面でいうと交通量めちゃめちゃ多い中で普通に渋滞とかの整備が全然されてなくてもう渋滞も日本の日じゃないぐらいになっていたりとかあとはそもそもの道の整備ちゃんときれいになってないとか。 まあ舗装されててなないっていいっうのかあるじゃないですか日本だと、まあ、基本的に土田舎にいな行かない限りはどこに行っても道路ってある程度もうまっ平らできれいになってるけど、まあ、海外行けばそもそも舗装されてないとか道路がもうデコボコになってるとかそういう場所めちゃめちゃあるので歩きにくいなと感じるところたくさんあるしあと交通で言うと、まあ、時間ですよねやっぱり日本の交通公共交通機関って基本的に時間通りに来るから、まあ、海外行けば もう全然平気で何十分遅れとか全然あるしもっと長いところもあるらしいんですよねだからその辺はまず感じたのとあとは水道関係風呂関係もうねカンボジアとかもそうかなお湯が出なかったりとか水圧ちょろちょろとかバスルームめちゃめちゃ匂いきついとか。 あとはトイレがそもそもトイレットペーパー流せないから拭いたやつをその横にあるゴミ箱に捨てるみたいなそれもさもうなんか日本人的考え方だったらそんな嫌じゃん人が拭いたのも一緒に入ってるゴミ箱をまず開けてそこに捨てるとかさそれがそもそも置かれてること自体も嫌だって感じる人も多分いると思うしまあそれぐらいなんか全然違うなんか俺ちょっと面白いエピソードがあって <laughs> 途中タイかなタイにいる時に ホテルに帰ってる途中一人で歩いててめちゃめちゃおなか痛くなったんですよ。でこれはやべえなと思ってあどっかちょっとお店探してたんだけどもう結構遅い時間で普通のやってる店がなかったんだよね。でこれはまずい。マジで本当に もう漏らすか外でするかっていうぐらいの状況でいやでもさすがに漏らしは無理だし外でもうするしかねえかって思ったのマジで本当に場所なかったしでもうこれは2択も無理だし普通の家に行ってトイレ借りようと思って突っ走って人が出てるようなところに行ってちょっとトイレ借りてもいいっつって入らせてもらったのそれでなんかまあ普通の家だよね現地の人が住んでる家に行ってトイレ貸してもらったんですけど まあなんか入ったらさまず壁にイモリが5匹ぐらい張り付いててうわこんなイモリいるんやと思ってすげえなと思っていたプラスあとは今度は自分の手動で流すタイプだったっていうさらに驚きだったのがトイレットペーパーなかったんだよねトイレットペーパーないからえどうしてんのってマジで思ってちょうどその時ティッシュ,ティッシュ持ってたのよだからそれを使って トイレットペーパー代わりにしたんだけどまあ、そういう日本とは違うような状況っていうのもたくさんお風呂だったりトイレだったり水道関係でも経験してきただからその辺もまあすごいギャップ大きかったなと思ったそれから教育の面格差っていうのかな 都心部ではすごくなんか裕福そうな子どもたちがいたりするんだけど都心部の中でもちょっと外れたところに行くと全く生活がガラッと変わる町並みがあったりとかでそこの話を聞くとやっぱ子どもも学校行けてない子もいたりだとかそれだけなんか教育を受けられてる人受けられてない人とかでギャップが現れてる日本はさ、まあ、もちろんホームレスの方とかもいるけどもスラムって言われるとこだったりとかストリートチルドレンとかってそんなにないじゃないですか。 だからそれだけ、うん、日本ってある程度多くの人にちゃんと行き届いてるところがあるんだなっていうのはすごく思いましたね、うん、そういうところですごく恵まれてると思うからやっぱりこの環境を当たり前と思わずにやっていかなきゃいけないなっていうのをすごく実感しましたはいそして2つ目が自分の心のの心扉を開いいて新しいものに出会おうとするこ,との大切さこれどういうことかっていうとまあ僕海外を旅する一つの 魅力とととしてたくさんんの出会いがあることだと思うんですよね日本にいてはなかなか知らない人と会話が始まって盛り上がったりもしないしなかなかこうありふれた日常で新しいものに出会うことって少なくなってると思うからこれはすごく大きな魅力だと思うんだけど、まあ、特に海外を一人で旅してた時っていうのはもちろん一人の時間も個人的に好きなんだけどやっぱりなんかそういう旅してて人と話したくもなるし一緒にいろんな瞬間を共有したいなって思うことが多くて。 そこから頑張って勇気を持って話しかけることもすごく増えたんだけどもそれができることによってすごくその後楽しかったこといっぱいあるし新しい価値観に触れられた新しいバックグラウンドを持ってその新しい自分にはない考えを持っている人たちに出会えたことですごく良かったなと思ってて例えば今回行ったタイとかでは自分たちと同じ世代今21歳22歳ぐらいとかそのぐらいのオーストリアの大学生と。 一緒に語り合った。あとは、ベトナムに一人でいる時に、一緒のホステルに泊まってたイタリア人の人と飲みに行ったり、かあのカエルを食べに行ったり、カエルはね、あの食べに行こうっつって食べに行ったわけじゃないんだけど、最初は違うものを食べに行こうとして、もう店終わってたから、お店入ったら、何の店かわかんないから、とりあえずいいやって言って入ったら、カエルだったっていう話なんですけど、まあ、それはいいとして、まあ、そういうことがあったりだったりとか、 まあ,あと知り合ったインド人に「インド料理行くけど一緒に来るか?」って言われて一緒について行かしてもらったりだとかほ、まあ、本当にそれ以外にもね一緒にいろんな会話を楽しむ場面っていうのはすごくたくさんあってその経験から得たものだったりとかもたくさんあるしもう単純に楽しかったっていうのもすごくあるんだけどそれってやっぱり俺ら日本人ってそういう文化って少ないから簡単なことではないと思うんだけど。 それだけ、ね、すごくいろんな多様な人たちがいる環境で自分の殻に閉じ込むことってすごくもったいないと思うの。HiHow are you? からの会話。HiWhere are you from? からの会話。それを言った言わないでその後の未来ってすごく変わったっていう経験がこの旅を通してすごく大きかったのね。それを言え,言える勇気があったかなかったかでその後の俺の楽しみがあったかなかった。 もしくはその後の人生として新しい価値観が手に取り入れられたか取り入れられなかったかまあ、してこの動画で今それをシェアすることができたかできなかったかそういうことにすごくつながってると思うのハイ、はい、ウェアウェイフローも言えるか言えないかの小さなその一歩があるかなかったかそこの勇気がめちゃめちゃ大事だと思っただからこそ自分の扉を閉ざさずに新しいものに出会おうとするっていうその努力を今後もしていこうかなと思った そんでまあそれは人との出会いだけにかかわらず新しい考え方だったりとか新しい価値観だったり新しい場所からの気づきであったり発見であったり本当にいろんな新しいものすべてそうだと思うのねだからそこから俺はまあもちろんあこの人面白そうだなって思った人には 連絡するようになったしあとまあ暇な時間だったり通,通学時間だったり隙間時間でポッドキャスト聞くようにしたりとか本読むようにしたりそれはいろんな人の知識だったり考え方っていうのを自分に取り入れられるからその小さなアクションがその後の未来を変える可能性があるっていうふうにこの旅を通して気づいたあこれは大事だなと思ったから今回その話をしてみましたはいで次が3つ目いい意味で自己中になることの大切さ まあ自己中って言うとすごくネガティブなワードに聞こえるかと思うんだけどこれどういうことかっていうと、まあ、海外でたくさんの外国人の人たちと会うことによって日本人っていうものの客観視もできたと思うのね俺らって単一民族で基本的には日本人同士しか接点がなかったりする人の方が多いと思うのでも海外に出ることによって自分たち とは全然違う、はい、バックグラウンドの人だったり全然違うカルチャーのもと育,てて育ってきた人たちだったりとかがたくさんいるわけじゃないですかそういう人たちと巡り合っていく中で逆に俺らの日本人の良さって何なんだろうな逆にこういうところは生きにくさになってるんじゃないかなっていうところをすごく感じたのねでまず日本人の良さとして俺が思ったのはやっぱり日本人真面目だし丁寧だし礼儀正しい そこは、まあ、よく海外から評価される点ではあると思うんだけどこれはやっぱり実感する海外の接客海外のだろうマナーとか海外の対応だったりやっぱり日本に比べたら緩いし雑だと思う日本はもうすごくお客様ファーストだしすごく丁寧でお客さんを不快にしないようにやるじゃんでももう全然無言でオーラをとって「はい」とか渡すの全然あるしホテルの人もぶっきらぼうな時あるしまあそれがね別に悪いとかっていうわけではなくてさ そういうういい対応するのがまあ普通なカルチャーっていうのもあるわけでその中で日本の良さそういうところは俺の中ではやっぱ心地いいと感じるところはあるしそれだからこそやっぱりこうまとまった大きく外れないカルチャーっていうのはあると思うすごくねじゃあ逆に一方でどういうところが生きにくさだというふうに感じたか俺はこれ一つすごく大きなことがあって日本の空気を読むっていう文化が すごく身に染みててこういうういいものなののなかっっを感じたた瞬間があったんだよねそれどういう時かっていうと、まあ、みんなであのベトナムにいた時ルーフトップに泊まってる人たちでもう自由に飲んだり食べたりしていいスペースがあったんだけどでそこはもう本当にいろんな人たちが。 毎日メンバーが変わりながらいろんな人たちと交流してるっていうところで特に欧米の人たちが旅行で来てて多かったんだけど、まあ、そこでみんな盛り上がって食べたり飲んだりしてる中であその後みんなでご飯行こうぜみたいに盛り上がってなったのよ。でそういう状況の中でさすごく雰囲気が良くてみんなで盛り上がっててこれから行こうぜみたいな中でさ断るってなかなかないじゃん日本でいうとめっちゃ盛り上がってみんなでこのあと飲み会行こうぜってなったらさ うん、本当に行きたたかったら全然いいんんだよもちろんでもなんかやることじゃ大事な予定があったりとか自分が心理心的に疲れたりしたら断りにくいそれで行きたくないけど行く人たちもすごく多いと思うの空気を読むこの場の空気を悪くしたくないそこでノリ悪い空気を作りたくないみたいなことがあると思うんだけど俺そこですごくいろんな人たちに出会ってまず、まあ、お酒を飲まないから俺はごめんねっていう人もいたりそれから俺は。 もう今日は疲れてるからいけないわごめんって正直に言う人もいたりとかでそもそも <laughs> その盛り上がってるスペースの横でなんかすごいパソコンカタカタやってる人がいたので何やってんのかなと思ってちょっと話しかけたら自分の時間を作ってるんだみたいなことを言っててだからあと30分ぐらいはごめんねみたいな感じでめちゃめちゃ盛り上がってんだよ横でもそこで黙々と一人のことをやってるなんかそういうなんだろうそこでジョインしようとしない こと自分の時間があるからいくら人が周りが盛り上がってて一緒に来いよみたいな状況でも、うん、自分のやりたいことやる優先事項があったらまずそれをやるっていう何かその姿勢にすごく俺は感銘を受けたのあこれって何かすごくいいなって思ってもちろん人によって感じ方もあるし空気を読むことによってなんか いいいが保たれれてるるとこももあるかもしれないんだけど俺は個人的にそれよりこうやって自分をある程度ファーストにして考える考え方ってすごくいいなって思ってるからそこの場面でなんかこう自分の譲らないものはあるんだけどでもフレンドリーにみんなと接することもできてめちゃくちゃ楽しいんだけどただただ人に合わせていい顔してるわけじゃないんだなっていうのをすごく感じたから。 そこはいい意味でこう自己中じゃないけど自分ファーストなところを持ってるそれが逆に俺には心地よくて日本人はやっぱり文化的にも空気を読むっていうことが多いし人の顔色をうかがうっていうことが多いと思うんだよねだからこそその瞬間に居合わせた俺は好きなようにやっていいんだなっていうふうに思えたこれはすごくいい発見だったしこ,れこの考え方を知ることによって今後のなんか生きやすさとかにもすごくつながっただって知らなかったらさ そういう世界があることも分かんないし俺らがもうカルチャーが当たり前な中で生きてるわけじゃん、まあ、そういう中で全く別のカルチャーもあるんだなっていうのを気づけたのはすごく大きなことだと思うはいということで今回は大きく3つ、えー、俺が1ヶ月間旅を通して感じたことで今後の人生のためにつながるヒントみたいな感じで話してみました、まあ、もちろんね海外旅の良さってもっともっとたくさんあるのよ ここういううういヒントがどうこうっていうのを話は除いていっぱいあるんだけど、まあ、その辺は他の Vlog でも出してるんで海外編気になる方は見ていただいてなんか雰囲気を味わってもらえたらなと思うし特に大学生とかはこれから春休みとかある中ですごく時間あると思うから一回まず海外行ってみることをお勧めしたいなと思いますやっぱり最初に話したけど自分の常識が通じない世界に行くことによってたくさんの気づきがあるし。 今回は俺が感じたことだけど、多分人によっていろんな感じ方がある。そうは思わない人もいるだろうし、全然別の視点で新しいものが見つかる人もいるだろうし、まあ、中には開買会い買い旅、別に、まあ、面白くないなと思う人もいるかもしれない。たただ、まあ、やったことない人は1回 経験してみてほしいなと思います。はい、という感じで、この辺で今回は終わろうかなと思います。えー、ぜひ動画がいいなと思ってくれた方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それからインスタもやってるので、ぜひ気になる方はフォローしてくれればなと思います。じゃあ、次回の動画で会いましょう。See you guys soon! Bye guys!